マスケットは1880年代にニュージーランドで供養されていたシュボバ。オセアニアの歴史的名馬、カービンの父として知られる。1867年イギリスで生まれる。馬名はマスケット銃に由来しており、祖父ロンボを父サーファーリット、コカービンに連なる軍事関連の命名である。生産者であるグラス号郷は 生産馬のうちお馬のほとんどと、金馬であっても気に入らなければ射殺するという、変わった性格の持ち主で、マスケットも殺されるところを彼の死によって免れたと、いう。競争馬としてのエピソードなどは残されていないが、アスコットステークスやフライングダッチマンハンデキャップ、クイーンアレクサンドラステークスなど14戦9勝、スタミナに優れた馬であった。競争馬引退後に種ネとなり、 おおよそ6年間イギリスで強養された。とはいえ一流の成績でもなく、父が喉なり持ちだったこともあって人気は出なかった。馬を売るなという遺言のため危うく処分されるところだったが、ニュージーランドから使いたいという要望が出たため、1878年に99年のリースという形で輸出された。イギリスに残された産区の中では、ペトランルがその後に活躍している。 ニュージーランドでも最初は主に判決場の生産に使われていたが、1883年にマルティーニ・ヘンリーがビクトリア・ダービーとメルボルンカップに優勝した。その後もノードンフェルトやカービンを出し、シュボとして成功していく。1885、1886、1888、1889、1890。 1891の3シーズンはオーストラリアの首位シュボバとなった。3区の中ではカービン、トレントンが特にシュボバとして成功した。直系の子孫は1990年代に消滅したが、カービンがイギリスに残したスペアミントを通じて、後世のサラブレッドにもかなりの影響を残している。ありがとうございます。